ちょっとまだハンドパワーそんなにこう実感できてませんけど、あれはツボなんですか。あれはツボなんです。これ肩こり穴って書いて肩胸穴っていうツボなんですが、はい、ここですね、この手のここにボコッと出てる骨があります。その骨の内側、自分から見た内側、うん、ここをギュッとこう押すんですよ。でこのツボっていうのは、はい、その漢字通り肩こりに効果的なあのツボなんですが、それだけじゃなくて肩だったり背中だったり、あとさっきも言ったように体全身筋肉筋膜つながってます。前屈をするときに痛い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 って思うところの筋肉が緩むことにより、さっきみたいにこう前屈力がアップしました。2人で行うあのリリースになります、はい、ちょっと柔らかくなったような気がします。はい、柔らかくなりますね、うん。で今度次は、はい、自分でできるこの前屈力アップのリリースになります。でゴルフでは前に倒れるこういう動作はないんですが、うん、これ前屈力がアップすることによって、例えばこの足の後ろこの辺なんかもすごくあの伸びて柔軟性がアップしたり、うん、ハムストリングって言われてる、はい、あとは腰周りとか、はい、背中とかお腹、この辺の筋肉を刺激を与えることができるので、はい、これはおすすめです、はい、怪我予防なんかにもいいですね、うん。はい、では早速いきますね、はい、であとで淳之介さんにビフォーアフターでやっていただきますので、うん、まず私のこのやり方やっていきます、はい、まず壁を用意します。壁、ね、壁を用意、はい、壁に、うん、壁の方に座っていただくんですが、はい、お尻が、げんこつ 2,3 個分空いたところにこんな風にお尻をセットします、はい、で足を立てます、はい、で手で床を押すんですが、その時に背中でこうあの後ろの壁を押し込むようにギューッと、うん、これだけなんです。ギューッと背中で壁を押してください、はい、これ10秒ぐらい、これ手と足もギュッと踏ん張ってます。で、 できるだけ背中丸めてお腹縮めて、はい、でこれ呼吸止まっちゃっても OK です、ぎゅーっと10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、OK、終了、はい、以上です、それで本当に柔らかくなるそうなんですよ、あの縮む筋肉っていうのが、うん、縮まる力の力がアップすると、はい、伸びるっていうのが筋肉にはあるので、子供のあのこのゴム、帽子のゴムあるじゃないですか、うんうんうん、子供が手を引っ掛けてこうやってやるんですね、はい、これの細いゴムだとビョーンって伸びて伸びっぱなしになっちゃいますよ、うんうん、ビロンビロン、うん、でも縮む力がすごいと、例えばあのこのズボンの太いゴム、はい、縮む力がありますよね、引っ張るとビョーンって縮まりますよね、うん、その縮まる力っていうのをちゃんと筋肉も使ってあげるとその分伸びるんです。へー、なので、まあ、この筋肉を縮めて、うん、縮ませる、そう縮ませる、そうするとその後、そうするとその後軽く柔らかく気軽に、気軽っていうかこう楽に伸ばすことができる。本当ですか。本当です。ちょっとやらせてください。じゃあちょっと、じゃあまずビフォアやっていただきます。まず淳之介さん普通に座っていただいて、はい、背筋ピンとしてそう、じゃあいきますよ。まずビフォーいきます。鼻から大きく息を吸って、吐く息でふーっと体を前に倒してみましょう。背中でがっつりあの後ろの壁をふっと押し込むんです。で膝立てても OK ですし、踏ん張れるうち10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 OK、なんか怒られてる人みたいなではいきますよ。大きく息を吸って、吐く息でふーっと体を前に倒してみてください。お、どうですか。お、いってる。でもあとは自分の体、はい、なんか楽な感じとか、どこが一番辛かったけどここが楽になったとか、そういう風に感じるのが一番大事なんですよ。あの、ね、ここが違うかな、腰回り、うん、腰回り、まあ、違うか、確実にでも言ってましたね。言ってました。あの筋肉って縮まる力と伸びる力っていうのがあって、はい、縮める力、皆さん大体伸ばす方向にストレッチって考えると思うんですけど、うん、縮める力も実はすごく大事なので、縮まる力が強くなればその分伸びる力もアップするので、うん、はい、結果柔軟性アップしましたよっていう。じゃあツボとこれで、これから毎日やったらかなりいけますね。そうですね、はい、怪我予防なんかにもなるかと思います。はい。